北大東村は、北大東島と沖の大東島を行政区画とする、沖縄県の村、島尻郡に属する、北大東島沖の大東島、北大東島地理及び、沖の大東島も参照北大東島は、沖縄本島の東方約 360km に位置する沖縄県最東端の島である、隆起産後でできた島特有の風景が広がり、内陸部の景色は、 大陸的な印象をも与える。また、南大東島に隣接している。沖の大東島は、前頭がラサ工業の私有地であり、同社から太陽を受けて、在日米軍の砂爆劇場として使われている。そのため一般人は立ち入ることができない、無人島である。面積天然の地表は、数多く存在する南大東島に対して、北大東島にはそれほど多くない。島の中央には、 淡水の大池があり、淡水レンズの作用により、塩の緩慢に伴って水位が変動する。この池は、かつて雨水のみを水源としていた時代には貴重な水源であったが、海水淡水化による水道が整備されたため、現在は農業用水以外には使われていない。このほか、沖縄県の最東端に位置する東諸水地をはじめ、製糖工場の前にある、 赤池等の農業用ため池があり、274ヘクタールの砂糖キビ畑の灌漑に使用されている。北大東等にある大小16箇所に点在するため池は、2010年3月25日に北大東村ため池群として、農林水産省のため池100選に選定された。これらのため池は、ミサゴ、トビ、サシバ、サギなど渡り鳥が羽を休める位置であり、 野鳥観察の敵地となっている。毎年佐藤木日の日には、子供会と保護者、島民が周辺の整備を行っている。村政志向以前の歴史については、北大東島歴史を参照特記のない地域は全て北大東島。村議会議員の定数は5人。これは、日本の地方議会の議員定数の中では、和歌山県北山村と並んで最も少ない。 北大東村立北大東小中学校大正7年6月、私立南大東島神城高等小学校の文校として開設。1921年、独立校として認可され、私立北大東島神城小学校となる。1928年、高等科が併設され、私立北大東島神城高等小学校になるが、1941年の国民学校令では、 私立学校のため、国民学校と名乗ることは許されず、北大東等連成学校に、1946年、北大東村の村政志行により、公立学校となり、北大東諸島学校と改称1952年に、現在の名前に改称された。現在の校舎は2005年建設。北大東村では、小中学校のほか、1993年に開設された、 日本初の村営学習塾、仲良し塾が存在する。同塾は、ふるさと創生事業の1億円の予算により、設立された鉄筋コンクリートの塾で、講師用の住宅を併設している。2013年からは、テレビ会議システムを導入し、遠く離れた東京大学の学生が勉強を、教えている。村内には、高等学校は存在せず、進学する生徒は島を出て、 沖縄本島の高校に通う。村では、毎年11月23日、秋葉神社の霊祭で、中学3年の男子生徒は、父親と沖縄相撲を、女子生徒は、母親と腕相撲を取るという風習がある。かつては、林の採掘が産業の中心だったが、現在は、トウ木ビの生産や生徒及び、漁業、観光が産業の中心となっている。また、 砂糖きびの隣作として、ジャガイモも生産されている。結婚など祝いごとの時には、ヤギ料理を出す風習があり、ヤギが多く飼われている。島の周囲は、サワラやキハダマグロの工業場である。ただし、かつては島内に接岸できる港がなく、漁船はすべてクレーンで上げ下ろししており、一トン程度の船しか使用できないという制約があった。そのため、県では、 島の南東部の断崖を改作する広法を利用して、新たに南大東漁港の建設を行っており、2017年11月1日には3カ所の停泊地のうち2カ所が共用を開始し、2019年2月2日に本格開港した。観光については、観光スポットが南大東島ほど充実しておらず、訪れる観光客は比較的少ない。 宿泊施設は、浜遊草ウフ上がり島、26層の2軒のみである。南大東村と異なり商工会は、組織されていない。南大東島に多い居酒屋や、娯楽施設などのほか、商店も少ない。かつて村内には、パチンコ店や映画館が存在し、正当期の季節労務者を中心に利用されていたが、前者は1972年に、後者は、 テレビ局が開局された1975年にそれぞれ廃業となっている。村内には書店がなく住民は主にインターネットの通販を通じて書籍を購入している。年に一度リブロリウーボーブックセンター店により村の施設を借りた1日書店が開設されている。島の水産品、農産品を使った特産品としてマグロ節、サワラの塩漬け、南蛮漬け、 ふりかけや、じゃがいもを使ったじゃがいもパン、ボロジのクッキー、じゃがようかん、しまぎを使ったムーチー等がある。村では、新たな商品を開発する動きがあり、2015年に、村産のじゃがいもの規格外品を使った焼酎を開発した。また、島全体がドロマイトで構成されているという地形を利用した、ドロマイトの石鹸や、島で取れるゲットを利用したハーブティ、 線香などを化粧品会社に委託して販売している。北大東村内の郵便番号は901から 39XX である。郵便窓口は土曜日も9時から12時30分まで開設。局内設置の郵ょ銀行 ATM についてはホリデーサービスは行われていない。北大東空港北大東港に地区に停泊する大東村内にバスやタクシーはない。 浜遊草ウフ上がり島で、レンタカーや自転車の貸し出しを行っている。大東宮、レインボーストーム詳細は、大東諸島放送、北大東中継局、及び南大東中継局を、参照1975年、南大東島に放送試験局が開設されたことで、受信が可能となり、夜間2時間ほどの放送を視聴することができるようになったが、この時は、 那覇から空輸したビデオテープによる放送で、元の放送より約1ヶ月遅れのものであった。この中継局では1984年5月、放送衛星ゆり2号により衛星放送の実験放送が開始されたことから、ようやく他地域との同時放送が実現したが、NHK の BS のみであった。大東諸島では、ケーブルテレビも1974年から1984年まで、 営業していたが、これは、集落の中心となる地域にビデオデッキを設置して、そこで放送された番組を各家庭のテレビ受像機に流すというものであった。沖縄県内のローカルニュースや民放の番組が放送されないため、沖縄本島でビデオ録画された番組を親戚に送ってもらい、現地で再生する家庭も多かった。1998年、東京都が小笠原諸島向けに送信。 利用されている通信衛星を利用した放送が開始された。これにより民放を含む地上波各局を視聴できるようになったが、もともと東京都内向けの電波であることから沖縄の県域放送ではなく東京のものが放送されていた。なお、沖縄県内の情報は電話回線により伝送され、随時字幕で表示される。沖縄県では2006年から開始されている。 地上デジタル放送では、沖縄本島南大東島間に海底ケーブルが付設され NHK 沖縄、沖縄民放3局ともアナログ放送完全終了2日前の2011年7月22日に、南大東島と共にデジタル中継局が設置された。なお、地上デジタル放送中継局の開局までは、南大東村と共に全域が、 地でナン市対策衛星放送の対象地域になっていた。テレビ中継局1954年、北大東島でラジオ放送が開始される。テレビ放送がない時代、島にとってはラジオは外部の出来事を知る上で必需品であり、特にトランジスタラジオの普及率が目覚ましかった。1985年1月1日の村の調査によると、 北大東村の倉庫数173個中、ラジオの普及数は184台で、普及率は106%に達していた。親局が、中波放送の NHK ラジオ第一放送及び、民放の琉球放送、ラジオ沖縄は、2007年4月1日に、南大東中継局が FM 派によって開局し、昼夜問わず良好な受信が可能となった。一方、 親局が超短波放送の NHKFM 放送 FM 沖縄は共に中継局設置の予定はない。ただし NHKFM 放送については2011年9月からパソコン向け10月からスマートフォン向けにインターネット同時配信でまた FM 沖縄については2017年10月からラジコによるインターネット同時配信で聴取が可能となっている。なお、 衛星放送による、ラジオ放送や、短波放送、NHK 国際放送は終日受信可能。北大東村ため池郡に関するカテゴリー、ありがとうございます。